本日のゲストは政治ジャーナリストの角谷浩一さんです。よろよしろくおしくお願願いいししまます。す。今日は衆院選後の自民党内の動きについて、改めてお話を伺いたいと思うんですが。ことのほか選挙で勝ったので、なんか元気が出てきてますね、自民党の中からね。活気づいてるってこ活気とづいてますね。ですね。活気づいてくれて、国民のために一生懸命みんな頑張ってくれればいいんですけど、国民のために頑張るだけじゃなくて、自分のために頑張る人もたくさん出てきて、なんかこっそり給付金もらってましたみたいな。今問題になってあれ、不思議でしょうがないのは、これ、西村、ちなみに立憲民主党幹事長も言いますし、自民党サイドの人も言うんですけど、何の法的に問題もないけど返すとかね、あれ何ですかね、あれ。ちっともわからない、私には。何の問題もないなら、なんで謝ってんのって思うじゃないですか。ね、国民の理解を得られないと。でも、その法律決めたのもあんたたち国会議員でしょってね、国民のために決めた法律を、これいいから俺ももらっちゃおうってしたのは、何の問題もなくないじゃん。そうですよね。あれを問題がないって言いながら、でも国民の理解を得られないから返すっていうのは、それ謝ってんの謝ってないのどっち？ それがね、なんか立ち位置というか、目線の置き方というか、視点のなんかこう、不安定な言い方は、何っていう、ちょっとすごいこう気になるんですよ。野ね。党側でも出てきてますそうそうそう、安倍智子さんとか、岡本秋子さん、秋子さんとかね、出てきましたね。執行部に新しく入ったそうそうそう女性メンバー、党内で、調べたら出てきたって言うけど、で、法的に何の問題もないと。ね、それから、F1 の人、左近さんですね。右近さんじゃないの？左近さん。左近さん？どっち？いや、それは後で考えてみんなでね。それで、彼も役所にも何度も確認して問題ないと言われてやったけれども、国民の理解が得られないと。ってことは、政治家も役人も国民の理解は得られないかもしれないけど、やりましょうっていうことなの？全く説明がわからない。そうです。釈明が釈明になってないっていうことですよね。そうそうそう。で、理解が得られないから返すという理屈だよね。じゃあ、役所も問題ないと言われたと。つまり、徹底的に調べて問題、それは石原伸晃さんもそう言うんだよね。ちゃんと確認してやってますと。でも、国民の理解が得られないでしょ？じゃあ、国民の理解が得られない法律は全部引っ込めるの？そんなことしないですよ、ね。そんな法律いっぱいありますよ、この国には。安保法制とかね、それこそ。国民の理解が得られない法律はいっぱいあるのに、国民の理解が得られないから引っ込めるっていうのは、あんなこと高等の幹事長や幹事長経験者や幹部が言ったら、とんでもないことが僕は起こるんじゃないかと思うんですよ。そういうところに思いが馳せられない人たちが今政治を回してるってことに、ものすごく心配しちゃうのね。そう、簡単に言うけどさ、国民の理解が得られてればいいのと。ちょっとポピュリズムになっちゃうじゃん、そうしたら。そうですよね。やれやれって言ったら、人気があればいいってことになるし、国民が怒ってますから、やっぱり引っ込みますわと。何の法律的にも問題もないんですけどっていう、おかしいでしょ、それ。法治国家なんだから。っていう、ゆるいことをやってる与野党が、片っぽは勝って、片っぽは負けて、でも、自民党は勝ったおかげで勢いづいてる一方で、なんだか最大派閥の、細田派は安倍さん、安倍派になりましたね。それから第二派閥になった、竹下派は茂木派になったり、ちょっと派閥の顔ぶれが変わりましたね。それから立憲民主党はもう代表選が行われて、今まで見てきた顔は全員なくなりましたね。そうですね。びっくりするぐらい、全員なくなりましたね。表からはですね、一応、表からという。でも、例えば、あれだけ野党共闘を引っ張っていた安住国対委員長は今じゃ懲罰委員長ですから。そうでしょうね。車がつくからいいのかもしれませんけど、よくわかりませんけど。そうでしょうね。そういうことを考えると、相当野党の環境が様変わりしてると。安倍菅政治から岸田内閣に代わってみたいなことを皆さんよく言うけど、その中身は相当顔ぶれが両党とも変わってるというところでものを見ていかなきゃいけないんじゃないかなというふうにつくづく年の瀬に感じますね。もう安倍さんでいうとそもそも総理大臣を務めた人が戻って、派閥の領袖になるっていうケース自体あんまりないって聞くんですけど、ちょっと皆さんの相違があってなったっていう話ですけど、それでもなんか存在感のいろいろな
ところで発言されて、こう岸田さんに対する、岸田総理に対する圧がすごいですよね。中曽根さんがね、5年間総理を務めた後に、これからは総理で縛られたところから解き放たれてね、大正公署からというよりは、国際的玉拾いをやりたいというふうにして、いろんなことに解決にこう走り回りたいというようなことを言って、それで平和研という研究所も作られましたね。そういう意味では安倍さんはどうもまだそういう大正公署というよりは生臭さが残っていて、ことに台湾でこのシンポジウムに、ネットで参加するとかね、どちらかというと国際協調というよりは火種を作って歩いてるみたいな。そうですね、台湾有事は日本有事、強いては日米同盟の、有事だって、つまりだからもうこの問題はもうそのまま日本の問題なんですみたいなこと言ってるけど、そんな認識で今外務省も岸田政権も国民もこの受け止めてるかというと、そこにはいろんなものが動いてるわけですね。で一方でその中国にどちらかというとシンパシーが強い二階さんは発言こそしませんけれども、なんかこうものの記事によればですね、党本部の5階にはお客さんがひっきりなしだというふうなことで、陳情で陳情にとも ね、いろいろお見えになっていると。それはもう茂木さんと比べるべきことかどうか知りませんけれども、まあ、5年間幹事長やってた 人が今全く発言していないという意味では、安倍さんは発言しまくってるっていうのが、自民党政界の中央に歩いてるのはどっちなのかというようなことを見せたいのかもしれないけれども、本当は黙ってた方がいろいろお得じゃないかっていう気もするしね、ちょっとわからない感じが身置きとしては感じますね。で派閥こう何人になったとかこうなったとか言うけれども、総裁選はちょっとこれでしばらくなさそうですよね。ですから派閥が大活躍するのはその派閥総裁選の時の戦いぐらいで、あとはまあ挙党体制でいくんでしょうけれども、一方で来年参議院選挙があったり、それから春先には名護の市長選があったり、京都の府知事選があったりと、まあいろんなこうちょっとまだまだその緊張感が解けないその大きな選挙がいくつか待ってますよね。で参議院選挙終わった来年の9月には、沖縄知事選があって、玉城デニーさんの再選が叶うかどうかという問題が出てきますね。でそういうことを考えるとね、やっぱりまだまだその何とかな、勝った勝ったって言ってるけど自民党は緊張感をほどいてませんよね。それで一方で維新がね、維新がすごい存在感がブイブイこう増してますけど、まあ、事件もブイブイ起こしてますから、だからその政治面の記事なのか社会面の記事なのかよくわからないみたいなことも起こりますけれども、維新はどんな立ち位置になってもどれだけ自民党の法案に賛成しても、自分たちは野党だっていうのを貫くところに存在意義があることはやっぱよくわかってるんですよ。松井さんが選挙が終わって直後の感想でね、自民党が勝ったってことは野党、我々野党としては負けなんですよみたいなことを言ってて、もう世の中の人は自分は野党の立ち位置で戦ってたのって思った人多いと思うんですけどどうやら松井さんはずっと野党としてやってた気持ちらしいんだけど、それはどうしてかっていうと、野党で保守系で自民党のいいところは協力すると、ダメなところはダメという、私たちは是々非々の改革政党だと、これを言ってる限りは国民はついてくるっていうところの勝利の方程式をやっぱり維新は築いたんですね。でちょっとそれを真似した国民民主党はちょっと良くなったけど、それは 3議席増えただけだから、良くなったったって別に良くなってはないんですね。ただ立憲民主党自体がそういう流れの中にこうちょっとこう乗り遅れたみたいなところがありますから、だんだん国民民主化維新化していく可能性は立憲民主党にはあるんじゃないですかね。それでなんか展望が開く、展望って誰の、野党第一党、野党第一党の展望はもう開けないですね。物分かりのいい予算委員会っていうのを見せてもらってますけれども、まあ、質問は厳しめにやったように見えるけど、これはもうほとんど適質ですよね。岸田さんのところが
その給付金もらっちゃってましたとか、それから10万円の給付どうするんですかとか、そうですね、まあそういう部分ではこう迷走したのは岸田さんの方で、そこどうなってんだってつくのはこれはもうつかないわけにはいかないからやりますよね。ところがこれあっさりそうなんです、もうクーポンじゃなくて何でもよくないですからとか、何でも受け入れちゃってるから喧嘩にならないんですね。あ、でこれが聞く力作戦なのか、何なのか。今日は15日ですけれども、はい、今収録してるのはね、16日には週刊新潮が官房長官のスキャンダルを、はい、官房副長官のねスキャンダルを出すようですから、これもどういうふうに政局にまた政界に影響を及ぼすかね。まあ中身は中途半端なちょっと中身になってて、どうジャッジしていいのかわからないっていう感じなんですけれども、それをどういうふうにまあ政界がいや国民が受け止めるか、まあ、国民の理解を得られないってこんなに連発しちゃったんだから、皆さん与野党ともに国民の理解を得られないことはどうするんだって、これからこの人たちはね本当に不用意な発言したことに後悔すべきですよ、という感じがとつくづくしますけどね。そうですね、なんかもう正直同じ穴のムジナかって思ってる人少なくないですよね。制裁を作ってるけど、いや、それは文書交通費みたいなのもみんな同じじゃないですか。文書交通費の見直しもおかしいですよね。なんか寄付をさせないようにしなければ意味がないですよね。その抜本的な見直しする気はどこの党にも結局ないんだっていう。まあそうですよ、くれるものはもらっとけって、こうなんか日大の理事長みたいな言い方じゃないですか。なんならくれるならもっとけ、一生懸命働いた得た報酬だみたいな、そうそう、くれるならもっとけと、こういうね、でもね、くれるならもらっとけは一見美徳のように聞こえますけど、これ税金ですから人の、そこを間違えないでもらいたいと。だから内出の小術のように言えばボンボコボンボコ出てくると思うのをやめてほしいというようなことをつくづく思いますね。ですから、政界はその総裁選や立憲の代表選が終わって、総選挙も終わって、はい、一見こう安定期に入って、次の参議院選挙までこう静かに進むように見えてますけど、やってることは与野党こんなレベルですよと、いうことに関しては決して褒められたものでもないし、岸田さんになって今日も国交省のデータ改ざんの話が出ましたけども、逆に言うと岸田さんがはっきりと反応したのは、やっぱこういうのは良くないということをはっきり言ったことと、それからこういうのはもうちゃんとやらなきゃならないというふうなことで、こう厳しい対応をするようにして、国交大臣もデータ改ざんを認めてるんですね。8年前からやってて、今年の4月にから辞めたと、で公明党ですよね、ずっと国交省の大臣、まあいけしゃしゃと、ってことはそれを今年の3月までやってたことを黙認し、それから国民に知らせなかったわけでしょ、発覚するまで黙ってたっていう体質自体は、解決に急いで動いてるっていうふうな演出をしてるけど、分かっててとぼけてたわけでしょ。そうですよね、一回毎月勤労統計の問題が発覚して、全省チェックしてる時に隠してたのが今分かったっていうことですね。でもね、その間に衆議院選挙もあれば何もあったわけでしょ、ってことは国民の判断の材料を判断した後に発表するっていうやり方をしてること自体に、やっぱり国民の理解は得られないと私は思うんですね。もう本当に毎日毎日国民の理解は得られないことを、ちょっとほとぼりを冷めたことをやろうとすることが、ちょっとなんかやらしい感じ、なんかこう分かってたけど影響が最小限になる時に出してますっていう感じが、感じ悪くないですか。あのコロナの時の国交省の航空会社へのね、指示にも全部国交省のせいにしてるけど、もう官邸が迷走したのも、あの新規予約停止の問題ですね、はいはい、それももうその予約の問題は国交省が勇み足でやったみたいな演出にしましたけど、もうこれも官邸の機能がグダグダだったということは間違いなかったですね。でそういうのも誰かのせいに追っつけて事なきを得る、またはこう事態を小さく見せようとするっていう、その小さい演出はまあ細かくやってるんですよ。でどういうやり方しても国民の理解は得られないと僕は感じますけどね。そもそもやってることが国民の理解から遠いことばかりやってるっていう、まあ、そうなんですよね、だからね、そういう意味では国民はね、この
マスクの倉庫にね、うん、何億円かかってるとかっていう問題があったりとか、はい、まあとにかく無駄みたいなものがたくさんあると、うん、この最初の10万円のクーポンの話も900億円を超える事務費がかかるのは、うん、そもそもクーポンに反復することでですよ、ね、もっと言えばさ、僕はあの選挙の投票券みたいなさ、ものが毎回ちゃんと選挙の時にうちに送られてくるじゃないですか、それ持ってさ区役所とか市役所にさ10万円もらいに行きゃいいじゃない。マスク？いや違う、10万円。あ、10万円のクーポン。ね、いやそれはまあ役所にそんな何億円も置いとくのもどうかと思うって問題もあるし、から帰りに10万円もらって帰ってきたって、そう、ひったくられたら困るとかいろんなことあるよ。振り込みしないで。そうそう、でもさ、そもそもね、あの事務費がかかるから大変だと、つまりあのよくわかんないけど、あの100円をもらうために10万円かけてやってんですみたいな話じゃない、これ、あのちょっと本末転倒じゃないの、全部税金だからあなたたち痛みはないかもしれないけど、こっちは血税がそういうふうに使われてると、役に立ってるっていう気持ちにならないものに関してはどうもカチンとくるんですよってことがさ、ポイントでしょ、国民の理解得られないんだってば全部。まあ普通に考えたら手数料考えたら1回で振り込んだ方がいいっていうのは誰でも分かりますからね。で、でクーポンでやる印刷代やるって差し上げるっていう。だからね、まあ上から目線で、ね、そうなの、そのいやそれこそね、あの13日立憲の枝健二さんが指摘してましたけど、はい、予算委員会で質問してます、もう減税すればええやないのと、うん、これ金渡すってからこれまた事務費がかかるわけでしょ、うん、取りませんっていう、お金取りませんっていうのをやるわけで、これ自分にかかんないんじゃないですかっていう、まあ、もっと言えばその徴収をしないという決定だけで、じゃあいくらまでをその事務費は抑え込めるのかっていう証明書にやってよっていう、そういうことはやらないんですね。でこれはね、もう自民党のみならず、立憲の中には民主党政権の時からのそのやっぱりその税制に関してのものすごく財務省イズムがこう野党に浸透してるわけですよ。だから山本太郎さんとか、まあ、玉木さんなんかも言ってますけど、消費税を一回止めようじゃないかとか、何パーセントに下げようじゃないかとかっていうのを大反対する勢力が今財務省よりも立憲の人たちの方がそれを強く言う人たちが多いんですよ。まあ大体財務省財務大臣経験者の人が多いんだけど、その財政規律派っていうのがものすごく立憲の中に力を持っていて、もう財務省の代弁みたいなことしてくれるんですよ。だからそういう意味でもそのなんとかこう合理的に取らないことで国民の負担を軽減させ、事務費の無駄が発生しないのが一番いいんじゃないかっていう提言に対して、ものすごく怒る人たちがいるんですよ、野党の中に。自民党は黙ってても野党で勝手に喧嘩してくれるから、もうあまり苦労しないんですよ。それで国会で審議するまでには結局いかないんですよ。なんだかんだずっと、ね、減税の話言われてる。減税議論っていうのは、もう山本太郎とか玉木雄一郎とか、その少数野党のなんかこう勝手に言ってることみたいな扱いをしてるのは、現実味がない人気取り政策みたいに捉えられがちですよね、でも事務費に900億かかるよりこっちの方が少しあの考えとしては議論すべきじゃないのって言われても、そんなことはないって、こういうこの程度の事務費は別に取ってことないっていう、そういうでも税金ですよ。だからね、まあそういうことほどさようにですね、予算の時期だから、まあみんなその減らすよりどうやって取るかっていうことに頭がいっぱいな時期ですからね、その関係先全体もそうですし、だけどこういう時に国民の理解を得られないっていうことを野党ともになんかつまんないことで謝ってるなら、こういう時に国民の理解を得られてないってこともちゃんと受け入れるべきだっていうのが、今日私がお話したかったことでしょうかね。ぜひ来年に向けて国民の理解を、そう、国民を理解を得られる政治を野党ともにやってもらいたいと思いますね。
ありがとうございました、はい、本日のゲストは政治ジャーナリストの角谷浩二さんでした。どうもありがとうございました、はい、失礼しました。